でなぜね中日をこんなにね作ってるかというと、あのシパコンっていうコンパみたいなのをねやってたんですけど、なんか射撃訓練場のような感じで、はい、というわけで始まりました。で今回は岡台の方にね行こうかなと思ってます。なんで岡台かというと、まあ僕の元々の母校が岡台ということで、対馬キャンパスですけど、ちょっと軽くね案内していこうかなと思うんで、でねこれからねほら先ですけど、ね、入試とか控えている方ぜひねチェックしてもらいたいなと思います。リラックスするスペースですね。ちょっと勉強したりとか。はい、やってきました。今いるところが、ここです。じゃあ農学部ですね。この農学部の隣が、ここであのバイクとか車の駐車とかの行ったりはしましたね。薬学があって。この辺にもね、なんかここですかね、まだ分からんですけど、岡台って昔、戦時中陸軍のそういう基地だったみたいで、そういう跡がね、この辺に残ってるっていうのをね聞いたんですよね。この農学部のこの実験エリアですかね。ここが有名なね、並木道というか、秋になったら黄色くね、イチョウの葉っぱが綺麗に色づくんですけど、まあ、この隣が普通に一般教養の、ね、授業を受けたりとかする場所ですね。で今がこんな感じになってます。現在地がここで、まあ、本ちゃんはこのさらに上にある工学部、理学部とか、文系の、学部が入ってます。一般教養のとこにね入ってみようかなと思ってます。ここはね、留学生のためのエリアですね。相談とか事務的なこととか教育とかをまとめる場所です ね。まあこの広場で昔はねシパコンっていうコンパみたいなのをねやってたんですけど、後片付けをしないやつらがいて、ゴミがねすごい散乱してたりして、結果的にねここでね飲み食いしたらあかんということで、はい、こういう感じになったんですけどね。ここが、保健管理センターで、入学した時とか毎年春になったら健康検査というかね、ここでやったりしますね。はい、ここがピンチユニオンっていう、学食ですね。でこの下にね売店とか本屋さんあったりとかするんですけど、この食堂が2階、3階、4階あります。で僕らの時はなかったんですけど、このね岡山のねももチャリがレンタルサイクルがあるんですよね。非常に岡山市内をうろうろするには便利かなと思います。これが、駐輪場ですね。でなぜね駐輪場をこんなにね作ってるかというと、やっぱり岡山大学がめちゃめちゃ広いんで、で授業と授業の間のその休憩時間が15分ぐらいしかないと、チャリがないとこのね大きい岡山大学が移動できないっていうのがあるんで、どうしてもチャリっていうのは必需品という。はい、というわけでね、この岡山大学の学校の目の前で、ね、結構お得な食堂がある。今日はね、ゴールデンウィーク中の休みということで、やってないんですけど、昔ながらのお店が佇んでます。
きます。久々ですね、これは岡山大学。はい、というわけで戦争の、岡山大空襲で大学が焼失して、ここの場所にね大学を作ったということでね、ここがマスタッドニオンという食堂が2階と3階にあるんですけど、今日は休みみたいですね。はい、ここが法学部です。ここはね、今はもうないんですけど、この、ね、機械ここに入ってたんですよね。その時はいつもここにね、法学部いろんなね、数学とか英語とか物理とかそういうね応用勉強をしたんですけどね、昔はなかったんですけど、この EV がありますね、電気で走る車が。まあ、その変わったっていうと、何が変わったというと、まあ、その名前も変わったんですけど、その確か 1,2 年ぐらいかなまでは、そのみんな、まあ、授業は同じなんですよ。で、まあ、これが3年かな、3年になったらその授業を選べるっていうか、まあ、その細かく振り分けられるんですよね。めちゃめちゃ難しいっていうか、応用とかその結構簡単な授業とかをその選ぶことができるんですよね。まあ、僕らの追った時も結構ね、2年に上がるにも3年に上がるにも 4年生に上がるにも単位がねめちゃめちゃ取るの大変だったんですよね。それで留年する人とか結構辞めたりする人とか多かったんですよね。だからまあその対策とかもあるのかもしれないですね。入ったら全然違ったとか、転学とか転部とかあったりもなかったりもしたんで、はい、工学部1号館2号、3号館ありますけど、まあね、結構その工学部って言ってもいろんなね、機械を使ったりするんで、大きなね、だからまた別室でその実験とか、まあ、例えば工場っぽいその工場みたいな場所で切ったり刻んだりもするんで、いろいろとね、工学部って言ってもいろんな場所があります。今現在はここですね、こう入ってこういった感じですかね。で、この学科総合建物なんですけど、まあ大学院生が勉強、大学院生というか、まあ海外からの留学生が研究したりする場所です。こちらが、ピオーネユニオンですかね。まあね、ピーチユニオンとかマスカットユニオンよりかはその規模はちっちゃい、売店と食堂ですね。本当にムカーッとね、ファーストフード的な感じで食べる感じですかね。もう工学部とかその理学部とか忙しい人が多いんで。このね、対馬キャンパスの至る所でね、桜のね木が、まあ、この上にも見えますけどあるんですよね。まあもうシーズンが終わっとんですけど、このね桜のシーズンの時はもうね、学内が桜だらけで、もうなんか入学したとか春が来たっていうね感じがものすごいするんですよね。こちらが弓道部、なんか射撃訓練場のような感じで、このね的が置いてある先の方に大きな塀が、個人的に気になってた場所なんですけどね、ナンバープレートのない
車があったりとかそうですけど、多分ね、あの工学部とかあっち系の研究材料の車じゃないかなって。すごいですね、学部の裏に来たんですが、すごいですね、この芸術的な像が。はい、というわけで、今回のねスピチューブを終わりたいと思います。はい、今回本当に、ね、岡山大学対馬キャンパスのをね久々に歩いてみたんですが、まあ変わってるとこは変わってて、変わってないとこはやっぱ変わってないですね。はい、でもね、僕の他にも結構ね、まあ、観光スポットみたいな感じで歩いてるおっちゃんとかおばちゃんとかおったんでね、皆さんもね、その、まあ、試験対策じゃないけど、試験をね、これから試験を受けようっていう人はぜひね、一回行ってみたりとかで、まあ、ね、今まで行ったことないとか全くその無関係だった人とかはね、ぜひ行ってみて、この岡山大学が、ね、どんなもんなんかっていうのを見てもらったらいいなと思ってます。はい、というわけでね、今回スピーチューブを終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。それではまた。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。